こんばんは。はい、今日はですね、はい、久しぶりの、特攻紹介ですね。はい、はい、1年ぶりぐらいですね。ぐらいですかね、うん、コメントだったりとかでも、うん、結構ね、あのみなずる連合の、はい、特攻服をね、うん、でもすごい見たい見たいって、うんうん、コメントもあったし、そうだね、うん、だよくね、それをまあ僕も話してて、うん、で先輩なんかがね、うん、あのボソイレンとかみなずる連合の特攻服をね、うん、こう出したいなみたいな話してたらですね、うん、横のつながりで、うん、まあこういう風にね出させていいってことになったので、うんうん、本当貴重ですね。そうだね。本当みなずる連合だったりとか、ね、うん、その暴走入れの方、うん、まあ、貸して間に入ってくれたね、うん、岡村先輩ね、本当ありがとうございます、うん、ありがとうございますね。今緊張しちゃってね。そうですね、これテイク10ぐらいなんだよね。テイク10ぐらいなんですよ、やっぱりね。みなずる連合緊張しますよ、やっぱり全然取れなくてね、はい、取れなくてね、うん、時間だけ過ぎて、時間だけ過ぎちゃってね、はい、まあ緊張しますね、うん、まあそういった感じでリアルなね、まあこれを見てもらいたいってとこありますね、うん、じゃあ紹介で、はい、そうですね、してきます、紹介していきましょうか。はい、頑張れ。はい、はい、まあまずですね、うん、みなずる連合はですね、うん、全日本練習部連盟なんですね、うん、はい、はい、でここにですね、うん、あの漢字じゃないですね、うんうん、みなずるファミリーですね、うん、で下には暴走幽霊です、はい、で極楽堕天使夢街道ですね、うんうん、この特攻服のはいつの年代の人のなんですか、はい、この方は54年じゃないですか。あ、54年なんだ、はい、へえ、そうか、そうか、もう熱い時代じゃないですか。熱い時代、はい、はい、そうですね、うん、でじゃあ、前ですね、うん、はい、おー、かっこいいっすね、うん、かっこいいじゃないですか、ここ。本当だ ね、色使いがかっこいいね、うん、みなずる、みな、これもみなずるファミリーですね、はい、みなずるファミリー、うん、まあここはちょっとあれですけど、うん、まあここにね、うん、サツって書いてあって、うん、考えてみれば暴走幽霊は多分ここでみんな入れてたんじゃないですかね。何を？サツを？このマーク。あ、そうなんだ、うん、へ、なんか印象がありますね。あ、そうなんだ、うん、俺も久しぶりにこうやって見て、うん、初めてなんですけど、こう間近で暴走幽霊のとこ組むのは、うん、なんかここ結構みんな入れてたんじゃないかなって、へ、ちょっと印象がありますね。まあここにはですね、うん、ミッドナイトビッグ、うん、うん、ファミリーじゃないですか、うんうん、はい、で、よみがえれ、はい、うん、青葉大魂、はい、あ、だからここの方は青葉大一家だったんじゃないですかね。あー、なるほどね、はいはい、暴走幽霊とか言ったって、うんうん、今ここに肩ですね、うん、はい、肩の見えますか。見える、はい、丸そう、これ丸そう、うん、懐かしいっすね、これ丸そうえ、それも全員入れるの決まってるってこと、うん、いや、それはちょっとわかんないですけど、ね、でもなんか暴走揺れてこれ丸層入れてるイメージもありますね。へー、丸層ね、なるほど、うん、で横浜、うん、青葉台、はい、あ、かっこいいじゃないですか、うん、赤かっこいいですね、うんうん、こうね、字もかっこいいじゃないですか、字画がなんか刺繍が綺麗だね。綺麗ですね、かっこいいねなんかちょっと自分の特攻服とはまた違った字画、うん、そうだね、うん、どこで作ってるんですかね。ね、また地域によって多分 ね、うん、かかりつけじゃないけど、なんていうの、違うもん ね、 そう ね、 ね、入れるところがね、ぜひ聞きたいですね、そういうのも ね、 ね、どこでリリースしたんですか。本当だね、うん、全日本レーシング連盟、うん、ね、みなずる連合、うん、まあ、暴走幽霊って書いてありますね、はい、で、暗証がですね、うん、で、暴走幽霊って言ったらですね、うん、このキャラクター、うん、はい、シンボルマークですよね、うんうん、これが有名ですよね。へえー、そうなんだ、はい、そうですよね、うんうん、もうステッカーでもこれもうこのマークあったら暴走幽霊っていうイメージが自分の中ではありますね。あ、そうなんだ。これは何のあれなんだろうね。これはね、なんか暴走幽霊の方は堕天使、うん、堕天使って言ってるみたいですね。あ、そうなんだ、まあ、それはあの聞きました。あ、そうなんだ、はい、堕天使だって言ってる。へー、そっか。で、まあ下に書かれてる方は、うん、ものすごく慕われてた、うんうん、大先輩で、うんうん、まあね、名前はちょっと、まあ、見てもらって、はい、まあ、このお二人方の、うん、まあ名前を刻んでいる腕章になりますね、うんうん、はい、はい、で、こっちの方にも、あ、そうですね、こっちの方にも、うん、まあ、あの、そうですね、追悼の文字が、はい、はい、書いてありますね、うん、でですね、まあ、この方の、うん、方の、うん、まあ、追悼集会とかっていうのはですね、うん、みなずる連合で大々とやるらしいんですよ。多分全日本でやると思うんですけど、うん、はい、もうとにかく台数が半端じゃなくて、へー、でもう、あの台数が多い分事件になっちゃうぐらい、あ、もう有名な、うん、もう集会らしいです。へ、もう相当慕われてたんでしょうね。あ、そうなんだろうね、暴走幽霊の中でも、うんうんうん、そっかそっか。もう本当、うん、まあ、これ僕も聞いた話なんですけど、うん、もう言ったら僕の10個上ぐらいの方よりもっと上、
あ、そうなんだ。上の方たちが、はい、この集会になると、うん、追悼の集会になると、この方の追悼になると、うん、もう見たこともない上の OB の方たちが集まるぐらい、うん、もう大々とした追悼集会らしいです。へー、うん、そうか。もう有名だって。あ、そうなんだ。うん、でそれで、うん、もうその来る方ではね、うん、映画のね、ビーバップハイスクールってわかります？わかる。あるじゃないですか。うん、あれに出てた方たちも来るぐらい。うんうん、有名な方も来るぐらい、うん、もう本当、まあ、慕われてた方の追悼集会でも本当すごかったらしい、台数も半端じゃないって。そうか、うん、まあ、その分警察もすごかったらしい。あ、まあそうだよね、だってたくさん来るんだったら捕まえられるもんね。そう、まあ、そんぐらい有名なね、うん、方の追悼、そういったね、もうすごい有名な暴走幽霊のチームですよね、うんうん、有名なチームなんですよ、はい、うん、であとズボンもあるんですよ、うん、まあ、ズボンはこんな感じになってますね。まあ、とにかくなんか年季がこれね、うん、動画越しで伝わらないぐらいね、すごい年季入ってるんですよ、うん、いい意味でですよ、見てください、はい、これ前ですね、うん、あ、ここにもやっぱり、うん、ね、ここにもやっぱりほら中野さんの、ね、うんうん、永遠にってやっぱ書いてありますよね、はい、で、まあ、こっちには、まあ、ポケットにはですね、この鶴？鶴ですね、みなずるといったら鶴ですね。まあここにはですね、これははい、オールジャパンレーシングファミリー、うんうん、あ、全日本レーシング連盟のことですね、はい、はい、でまあね、書いてあって、まあ、見てください、この鶴、うん、まあ、みなずる連合って言ったらもうこの鶴有名じゃないですか、うんうんうん、ね、かっこいいですよね。そうだね、俺本当にね、みなずる連合のこの鶴すごいね、うん、かっけえなってもうずっと思ってた、うん、あ、本当、うん、当時も思ってましたね。こっちにはですね、まあ、こっちはね、英語で書いてありますね、うん、うん、ミッドナイト、うん、ね、書いてあってミナズルですね、うん、ゴーストギャングじゃないですか。あ、ゴーストギャングか。ゴーストギャングじゃないですか。なるほどね、ゴーストギャングですよ、うんうん、はい、ですね、まあ、ズボンはね、うん、こういたってこう、まあ、シンプルなんですけど、うん、シンプルの中に渋さがありますね、やっぱり。そうだね、こだわってますね、めちゃくちゃ、うん、このオレンジもかっこいいじゃないですか、うんうん、ね、そうだね、かっこいいね、確かに ね。で、あと、まあ、僕の中でですね、うん、まあ、この鶴、うん、あとですね、この鶴、みなずる連合っていうのはですね、はい、みなずる連合の詩があるんですよ。うん、が、うん、浜の港に舞う鶴は、うん、連なり合うこと幾千羽。かっこいい。かっこいいんですよ。うん、それを、こう、文字。あ、それで鶴なんだ。そうじゃないですか。こうね、あるんですよ。うんうん、浜の港を、港、うん、鶴はこう、連なり合う。そういったね、うん、めちゃくちゃかっこいいね、うん、連合なんですね。ね、でですね、うん、暴走幽霊のですね、僕はまあ紹介っていうことはまあなかなかできないんですけど、そうだね、できない、うん、それはできないですよ、うん、できないんだけど、まあ、特攻を組みてね、うん、ね、であとね、まあ言っとくのかなと思ったのがですね、まあ、こうやってね、見てください、みなずる連合のステッカーがありますんで、はい、まあ、暴走幽霊はですね、うん、まあ日吉、うん、綱島、はい、青葉台、うん、青葉台ですね、はい、すすきの、まあ、この4つの支部だったりとかがあった、まあ、本当は支部がこんだけあるってことは相当人数が多かったんですよね。そうだね、うん、ですね、はい、うちなんか一つしかありませんから、なのに総本部って名乗ってますからでも間違いじゃないでしょ間違いじゃないですけど、まあ、こんだけありますから、はい、はい、本当だね、まあ、日吉が総本部って聞きましたけど、うん、そうなんだ、はい、でその暴走幽霊っていうのはですね、うん、もう歴史が長いんですよ実は、うんうん、はい、これもね僕も聞いた話なんですけど、うん、この暴走幽霊の前はルート20ゴーストっていうチーム、あ、だからさっきのゴーストって感じなの。そうです、あー、はい、なるほどね、っていうその後の、うんうん、ルート天気ゴーストからこの暴走幽霊になった、うん、へー、うん、まあ詳しいね、うん、そういった多分その歴史を紐解くのはですね、うん、まあ僕じゃなくてですね、うん、やっぱねここみなずる連合でこう活動してたね、うん、もうレジェンドたちの方にこう言ってもらうのがね一番多分早いのかなっていうのもあるんですけどね、うんうん、ですね、はい、わかりました。パパはなんか、うん、エピソードある地域が違うかないかな。地域が違うんですけど、うん、暴走幽霊の方にはですね、本当、うん、昔ですよ、うん、まあ、これ昔の話してるんですけど、うん、ね、集会中、うん、戸塚だったかな、うん、戸塚の方で暴走幽霊のなん現役の方にね、俺ら単車止まっちゃったんですよ、はい、その時ケチ乗ってたんですよ、うん、先輩と、うん、その時に単車止まっちゃって大丈夫っつって助けてもらったっていう思い出がありますね。ああ、そうなんだ、うん、優しい、うん、でまあ、応援部隊が来るまで、まあ、うちのチームの、うんうんうん、まで、ちょっと喋ったっていう、どこの地元なのとか、うんうんうん、そんなような話をして、っていう思い出がありますし、
あとボーソンエレだとやっぱ有名なのが、僕が覚えてるのが単車が有名、単車が目立ってた。へー、あの暴走幽霊ってさ、うん、CBX かな、うん、あのね、単車の横にさ、こう、うん、掲示板みたいな、なんだろう、うん、電光掲示板みたいなのでさ、うん、暴走幽霊ってさ、うん、こうなんかライトアップされたこう掲示板みたいなのが印象深いなと思う。へー、すごいね。うん、だから、うん、その当時にね、うん、20年ぐらい前の話ですからね、うん、その当時にこういうね電光掲示板がこう暴走幽霊っていうのがあったから、うん、相当センスあるんじゃないですかね。うーん、なるほどね。そう目立ってましたから。へー、そっかそっか。うん、まあそういった思い出ですかね。うん、まあ本当にね、うん、こうやってみなずる連合のね、うん、特攻服だったり、みなずる連合の人がね、僕のチャンネルこうね、はい、見てくれてね、うん、まあね、こうやって出させてもらえるってことがありがたいことじゃないですか。うんうんうん、全然ね、関係ないのにね、関係ない地域でね、僕のチームとは全くね、うん、当時は関係なかったんだけど、うん、まあ、こうやって YouTube ってのがすごいよね。うん、そうだね。あと、でも先輩はね、そうね、間に入ってくれたりしてるからね。そう、先輩たちもね、うん、やっぱ、ね、その俺の、ね、周りの先輩たちがすごく心広い人ばっかだから、うん、その先輩たちが顔広いから俺もこうやってやれるっていうところもあるし、ね、うん、そうだね、うん、ありますね、はい、もう感謝しかないですね、うん、そうだ ね、はい、はい、本当にね、みなずる連合のもう本当いろんな話っていうのはですね、うん、まあ、これ僕勝手に宣伝になっちゃうんですけど、うん、あのまあ、横浜の人は絶対知ってますよ、うん、もう間違いないです、もうみんな知ってる、うん、知らない人は桃栗なんじゃないかぐらい、うん、ね、あのみなずる連合のね、あのこの歴史をね、本当の県外の方で知りたい方が本当にいたら、うん、横浜の鶴見に、うん、あのみなずるさんって、うん、あの家庭料理になるのかな、うん、お店があるんですよ、うんうん、そこに行けばですね、うん、いろいろと聞けると思います。はい。はい、ですね、はい、本当にそこお料理めちゃくちゃ美味しいんですよ。あ、魚の料理とか、うんうん、あ、言ってたもんね、めっちゃうまい、うん、めちゃくちゃ美味しいんで、うんうん、ね、おいしい料理を食べて、うん、ね、もう昔の話をね、みなずる連合の歴史をもうその方に聞けば、うん、間違いないんで、ね、うん、そう言ってね、県外の方で来たら、うん、まあ、言ってもらえれば、うん、まあいいかなと思います。はい、わ、はい、かりました。今日はもう本当にあのね、特攻服を貸してくれたみなずるの暴走幽霊の、うん、まあ、先輩だったりとか、みなずる関係の関係者、はい、うん、まあ、これを間を通してくれた、ね、うん、先輩、はい、ね、名前はこれは言えないんですけど、うん、先輩も本当ありがとうございました。ありがとうございました。これからもですね、まあ、こう言ってね、みなずる連合特攻服出させてもらったんで、うん、僕のチャンネルでよかったら、はい、みなずる連合の、まあ、こうやってね、まだこうやってな、まだ何チームもありますから、うん、コメントが多いもんね。コメントに全チーム来てますから。もう過去動画になっちゃうんですけどね、うん、名前コメント来てますから、うん、見たい方もやっぱいますので、うん、まあ、僕のチャンネルでよければ、うん、ぜひぜひ、はい、お待ちしておりますので、はい、お願いします。はい、横のつながりで連絡もらったりすれば、僕がもう明日にでも行きますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。